全国のプロレスファンの皆さん、こんばんは。全日本プロレス創立10周年記念ジャイアントシリーズはいよいよ注目の仙台大会を迎えまして、今週は宮城県スポーツセンターよりお送りしてまいります。解説はいつものようにおなじみの東京スポーツ新聞社山田隆さんです。山田さん、よろしくお願いします。どうぞよろしく。いよいよ第62代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンリック・フレアが来日しましたですね。はい、誠に素晴らしいニューチャンピオンで、まあ、たった20日前にチャンピオンになったばっかりなんですが、はい、9月の17日に誕生ですよね。そうですね、それがね、もう早くも日本のリング、はい、全日本のリングで大暴れをやってのける、うん、防衛戦、素晴らしいことですね。そうですね、はい、今夜その NWA 世界ヘビー級タイトルマッチ第1弾は天竜が挑戦でございます。なおリック・フレア来日につきましては後ほど松永アナウンサーが詳しくリポートいたします。それからもう一つのタイトルマッチはインターナショナルタッグ選手権試合、挑戦者は恐怖の野獣コンビブルーザーブロディ・ジミー・スヌーカー組が挑戦でございます。秋の会を感じさせる東北は伊達62万石森の都、宮城県仙台市宮城県スポーツセンターではいよいよフレッシュな対戦となりました NWA スカイヘビー級選手権試合を迎えます。去る9月17日ダスティーローレスを破りまして第62代 NWA スカイヘビー級王座につきました狂乱の貴公子リック・フレア、3年ぶりの来日は世界チャンピオンとして堂々の来日です。対するは NWA スカイ王座初挑戦、真っ向から挑みます。天竜が今リング上に姿を見せました。世界戦初挑戦、燃えております。幾分緊張しているようであります。天竜、さあ今度は世界チャンピオンの登場を待ちましょう。新 NWA スカイヘビー級チャンピオン、文字通り世界で一番強い男、狂乱の貴公子、噂の男、自慢の金髪を揺らしながら端正な顔をどこから見せるんでしょうか。リック・フレアです。今その自慢の金髪を見せました。噂の男です。端正な顔、そしてご覧のように金髪、非常に女性にモテるんですが、いざファイトを展開いたしますと狂ったごとく狂乱のファイトを展開いたします。第62代の NWA スカイヘビー級チャンピオンリック・フレア、今リング上に登場であります。世界チャンピオンになってから20日、初めての海外遠征は全日本プロレスのマットです。NWA スカイヘビー級選手権試合タイトルマッチに先立ちまして、日本テレビより挑戦者の天竜、そして世界チャンピオンのリック・フレアに今花束が贈られました。ご覧のように大変派手なガウンをつけています世界チャンピオン。続きまして、宮城テレビ常務取締役竹島様より選手権試合宣言でございます。認定証、この試合は NWA が認定する NWA 世界ヘビー級選手権試合であることを宣言する。1981年10月6日ナショナルレスリングアライアンス会長ジム・クロケット・ジュニア。 NWA スカイヘビー級選手権試合の宣言は宮城テレビ竹島英吉常務取締役でありました。さあこれより第62代の NWA スカイヘビー級チャンピオンリック・フレアーより世界チャンピオンのベルトが一旦本部席に返されます。このベルトには左からカナダ、オーストラリア、そして真ん中にはこのリック・フレアーの国籍がありますアメリカの星条旗、そしてその隣にメキシコ、日本と国旗が掲げられております。そして両サイドに2つのダイヤモンドが入っている、大変高価なもの、世界で一番価値がある世界一のベルトが今本部席に返されました。本日のダブルメイベント第1試合 NWA 世界ヘビー級選手権試合、60分3本勝負を行います。赤コーナー挑戦者240ファンド天竜健一郎、初の世界戦挑戦、燃えています天竜。青コーナー NWA 世界ヘビー級選手権者250ファンドリック・フレア、ダスティーローです。
争を破りまして第62代 NWA スカイヘビー級チャンピオンは狂乱の貴公子リックフレア、5回目の防衛戦です。さて山田さん、いよいよ始まります NWA スカイヘビー級選手権試合、本当に見どころがいっぱいあるんですが、まず何と言いましても触れてもらいたいのはニュー世界チャンピオンが初めての海外遠征、全日本プロレスのマットということになりましたね。そうですね、まあ、これはね、全日本プロレスの存在というものがアメリカのマット界でも大変に大きな比重を占めている、重要に思われているということの証拠ですよね、はい、とにかくチャンピオンになったばっかりで、しかもはるばると海を越えてチャンピオンベルトを持って防衛戦をやりに来る、これは大変に大きなことですね。はい、さあ注目の NWA スカイヘビー級選手権試合は60分の3本勝負で行われます。1本目のゴングが鳴りました。さて挑戦者の天竜、ま、世界戦初めてということで幾分控え室では緊張していた表情ですね。そうですね、まあ、しかしね、一方のリックフレアにしてもまだチャンピオンになって20日余り、まだまだ緊張は解けないと思いますね。天竜はまさに風雲のぼり竜、昭和51年10月大相撲幕内力士の地位を捨てまして新たに格闘の場を四角いジャングルに求めて5年です。巡ってきました最大のチャンス、世界のレスラーが憧れてやまない世界一の王座 NWA スカイヘビー級王座にいよいよ初挑戦の天竜。一方リックフレアは来日の前に10月の2日セントルイスのチェッカードームでかつて6回この世界王座についたことがありますハーリーレースと1対1の後60分フルタイム戦いまして引き分け防衛の後日本にやってきたんですね。その一戦をね、はい、見ましてもね、まあ、リックフレアが世界王座を取ったというのは決してフロックではなくて実力で勝ち取ったものということがはっきり分かりますね、はい。まあ、おそらく今の世界タイトルへのコンティンダーが随分何人かいるわけですが、その人たちに言わせますとハリーレースの存在が一番嫌だというふうに言ってもね、もうこの新チャンピオンのリックフレアもレースとの防衛戦が一番辛かったというふうに告白してますね、はい。さる9月17日ミズリ州のカンザスティのメモリアルホールでダスティーローデスを23分54秒豪快なブレンバスターで破ったのがこのリックフレアです。第62代の世界チャンピオンリックフレア、まあ、このリックフレアはですね、去る3年前にこの全日本プロレスのマットにやってまいりました。その時はジャンボ鶴田の UN ヘビー級の王座に挑戦いたしまして1対2で敗れていますよね。そうなんです。まあ、ただねその結果だけを考えますと、まあ、ジャンボがですね、まあ、一日の長があるのではないかというふうに見る方もいらっしゃるでしょうけれども、この3年間にジャンボも成長しているけれどもリック・フレアも世界王座を取るところまで大きく成長してきたわけですね。ですからその辺を、ね、見逃しちゃいけませんね。ロープに飛ばして腰に投げようというところリック・フレアが切り返しました。リック・フレアは身長が185センチ110キロ、一方の天竜は188センチ105キロ、ちょっと体格の上では天竜の方が上回っていますね。そうですね、しかしリック・フレアというのは身長はあまりないんですがね、体ががっしりしてますね、はい。しかもこういうタイプでありながら非常にスピーディーな動きもできるという利点がありますね。このリック・フレアは3年ぶりの日本遠征、今度の来日は世界チャンピオンとして胸を張って堂々の来日です、まあ、自分が世界一強いという自信そして余裕を持っている、まあ、記者会見の席上に現れたこのリック・フレアは黒の三つ揃いに身を包んで現れました。本当に貫禄というものが伝わってまいりましたね。まあね、本当に取材してみてね、まあ、3年前とはねスタイルといいねその表情といい話す内容といい違うなと思いましたね。タイミングを図ります世界チャンピオン、はい、どうぞ。まあ、このリックフレアはですね過去ハーリーレースに4回、そしてダスティーローデスに2回挑戦いたしまして、そのローデス戦2回目の世界タイトルマッチ、通算6回目に世界一のこの NWA の王座に就くことができたということなんですが、6回目で世界王座を取ったということはこれは大変な実績になりますね。そうですね、これはもうやはりその少ないチャンスの割に早かったということですね、はい。
二人が綺麗に分かれました。さてこの天竜とリックフレアなんですけれども、まあ、天竜はですねデビュー以来5年が経過するわけなんですが、そのうち2年8ヶ月アメリカのサーキットで揉まれてまいりました。ドリーファンクジュニアのテキサスアマリロで、まずレスラーとして修行を始めました。その後はサンフランシスコ、ジョージア、フロリダ、あるいはまた再度ジョージアに入ったり、そしてつい最近の3回目の遠征でノースカロライナ地区9ヶ月間でこのリックフレアと相まみえているわけですね。そうなんです。まあ、あの9ヶ月間の間、はい、同じテリトリーでですねじっくりリックフレアというものを見る機会を持ってたわけですね。はい、手の内は知っています。天竜、さあ今度は天竜がお返し、振り返しました。ショートレッグドロップキック、天竜の速攻が見られます。フライングメイヤー、金髪が揺れております。世界チャンピオンがフライングメイヤーで取られました。いかにもね、はい、天竜の気の強いところが出てますね。まあ、さっきあの切り返し技でね、はい、やられたのをそっくりそのままお返ししましたね。本当にそのお言葉の通りですね。天竜は曲げを落として回しをタイツに変えて5年が経ちました。全日本プロレスのエリートコース、テキサスアマリロ、ファンク一家のドリーファンクジュニア、テリーファンクの指導で現在の地位を築いてきたわけであります。やはり2年8ヶ月のアメリカでのサキット実戦特訓、非常にいい肥やしになっているというふうに言ってますね。そうですね、やはり海外の試合というものはですね、まあ、一つ一つがね身についていくといいましょうか。そういった意味で天竜はいい経験をしましたね。はい、さあ一方の3年ぶり今回の来日は世界チャンピオンとして堂々胸を張っての来日のこのリックフレアです。このリックフレア、天竜ともに昭和25年生まれということで同い年ですね。そうですね、まあ、非常に年齢的にはですねその上昇ムードに乗ってくる時期ですね。はい、リック・フレアは1950年テネシー州の出身です。ハイスクール時代はアマレスのウィスコン州のチャンピオン、22歳の時にバーンガニアにスカウトされましてプロレスに入りました。翌年には早くも日本に初遠征ということなんですが、その時はこんな挑発ではなかったですね。はい、GI カットといいましょうか、まだまだ本当にですねヤングボーイだったですね。はい、その後ニューヨークにもいたんですけれども、ノースカロライナの当時の NWA の第一副会長のジム・クロケットジュニア、現在は NWA の会長でありますけれども、このジム・クロケットジュニアに気に入れられまして24歳の時にノースカロライナ地区に入って、もうトップをずっと引いているということですね。もうねいわゆるそのアメリカの太平洋岸、はい、もうビッグマーケットなんですが、そこのトップスターをですねこれだけ長く張っていられるというのは大変なやっぱり実力と人気がなくちゃできないことですね。はい、そのリック・フレアが攻撃を加えようという余裕を持って天竜をボディースラム。今度は天竜がお返したリングの中央です。まだ序盤戦なんですけども、世界戦初挑戦の天竜の動きどうですか。うん、非常にね天竜の方は、はい、今のところ押せ押せムード、うん、一方のチャンピオンはですね非常にふんわりと受け流していると、いやこれが実力ではなくてまだまだ明らかに様子を見ているという感じですね。はい、60分の3本勝負で NWA スカイヘビー級タイトルマッチは争われます。序盤戦の1本目、お互いまだ手の内を探ろうというそんな状態であります。まあ、この天竜もですねこの全米で最大の勢力を誇るこのマーケット地区ノースカロライナ地区では、ミッドアトランティックのタッグの選手権も取ったことがありますんでね。そうですよ、なかなかね、ノースカロライナ地区では天竜も一時期トップを取りましてね、非常に張り切っておりましたからね。まあ、天竜自身の言葉を借りれば、はい、フレアならなというようなね、非常に嬉しそうな顔で言ってましたね。はい、さて1本目、大変貴重なこの1本目でありますが、天竜としてはもうどうしても取りたいところですね。そうですね、やはりチャレンジャーというのは一本先制するというのは非常に気分的に乗りますからね。エルボーを決めます世界チャンピオン。きついエルボーですね。非常に角度がね鋭角的ですよね。はい、グイッと自分の体重をエルボーに集中させます。今度は逆水平、切れ味抜群世界チャンピオンリック・フレア。
まあ、この狂乱の貴公子という異名を取りますリックフレア、大変女性ファンがですねリックフレアのファイトに痺れるんだそうですね。そうですね、非常にあの風貌がですね、まあ、ハンサムというか非常にそれもあの野生味のあふれたハンサムですね、はい。まあ、そういったところからそのネイチャーボーイ野生児なんていうねニックネームもあるわけですよね。あの第43代 NWS 界ヘビー級チャンピオンのバディ・ロジャースの2世と、まあ、一時は歌われていましたよね。そうですね、はい。まあ、リングの上で自分のいい技が決まったりなんかしますとですね、はい、まあ、ロジャース譲りのレスラーウォークというのをこうやってみせるわけですね、はい。さて世界チャンピオンがグランドでのテクニック首を固めて天竜の左の腕をこれはロックですね、はい、完全に殺してます、腕をねあの左の腕をロックしておいて両方の固めに持っていってますね。こういった粘っこいグランドのテクニックもあるんですね。いや、うまいですよ、非常にあの細かいテクニックをね、ああ結果的にこうやって起き上がってますとハンマーロックにとってたわけですね、まあ、このリックフレアはご存知の通り去る9月17日ダスティーローデスを破ってこの第62代 NWS 界ヘビー級チャンピオンについているわけなんですが、前チャンピオンのダスティーローデスはやはり短期政権だったですね。そうですね、まあ、リックフレアはですね、はい、このローデスとの試合の前に自分にとっては大変ビッグチャンスだと必ず取ってみせると、もう向こうはハードな試合でですね、まあ、非常に疲れているんじゃないかと、自分は今上り竜だということを、まあ、豪語してたんですが、その通りになりましたね、はい。さあこのビッグフレアのですね世界チャンピオンとしての政権はどのくらいまで続くんだろうというのがまず、まあ、報道関係者が占っているわけなんですけども、山田さん自身はどうお考えですか。これはねちょっと今わからないんですね、はい、っていうのがいきなりチャンピオンになって20日目で海外遠征という、まあ、本人にとってはその思いもしなかったですねハードなスケジュールになった。しかもチャレンジャーが、まあ、一応今のところですね日本で名乗りを上げているのが天竜とジャンボ鶴田、はい、さらに元世界チャンピオンのテリー・ファンクと、はあ、目白押しに向かってこられたんでは、まあ、これはもうチャンピオンにとって第一の難関ですね。さあチョップ合戦になりました。天竜そして天竜の連発攻撃だ。左の手首を決めていますが世界チャンピオン対角線上に天竜が投げる。世界チャンピオンがリングの外に放り投げ出されようとしたんですがうまく体を残しています。この世界チャンピオンリックフレアは現在まで、世界チャンピオンになって20日間でありますけれども、レスリングナンバー2トミーリッチオレー・アンダーソン、そして、先ほどはハーリーレースを破って日本に来たわけですね。そうなんです。ですからね、まあ、この日本での一応公式3連戦と言いましょうか、もしこれに勝ち残ることができて王座を守ってアメリカへ帰ることができるようならば案外長く王座を保持することができるのではないかというような気もしますね、はい。失礼しました。10月2日のセントルイスのハーリーレースとの一戦は60分フルタイム戦いまして1対1の後引き分け防衛であります。さて1本目おっとうまく自ら体を投げてそして両足で天竜を振りました。そして天竜をリングの外に放り投げます。世界チャンピオンのリックフレア、この世界チャンピオンリックフレア NWA の主要テープリーで鍛え上げられました実戦型の世界チャンピオンと言っていいですね。そうですね、まあ狂乱の貴公子というふうに言われてますけれども、はい、その狂乱のという意味はあんまりその狂気を使ったりですねというような意味ではなくて、攻撃が非常にその激しいという意味なんですね、そしてこの何よりもリックフレアの強い味方では全米で最大の勢力を誇るビッグプロモーター現在の NWA の会長ジム・クロケットジュニアの秘蔵っ子ということで全面バックアップがあるそうですね。これはやっぱり大きいですね、はい。さあ回転エビ固めどうだ。天竜が最初にカバーに行こうとするところリックフレアも払いのけます。まあ、こういった現在の NWA の会長ジム・クロケット・ジュニアの秘蔵っ子というところも強いところですね。そうです、大変に後ろ盾がいいということで本人もですね、はい、たっぷりに試合をしてますね。しかしそういったチャンスを見事にものにいたしまして、世界チャンピオンとして君臨しているの偉いところですね。やはりね、まあ、先ほどの話にも出てましたけれども、はい、まあ、6回目にして掴むというのは、うん、やはり本人にそれだけの実力があるからでしょうね。どうぞ先ほど来見てましたがね、やっぱり動きが実に軽快ですしね、肘の使い方が実に巧妙ですね。
まあ、このリックフレアといいますとすぐ思い浮かぶのは足4の字固め、あるいはスピニングトーホールドも見せますし、ブレンバスターも持っています。ジャンピングニーパットもありますし、パイルドライマーもある、いわゆる大技を次から次と出すのではないかと思われていたんですが、意外や意外細かいグランドのテクニックも大変なものがありますね。はい、今のところあまり大技で勝負しないで、じっくり攻めていますね。はい、それもあまり自分の力を使わずに天竜に攻めさせて、まあ、ふんわりと返しているという感じなんですね。はい、天竜が3回目の海外遠征はこのリック・フレアがいましたノースカロライナでした。そのノースカロライナ地区では天竜はこのリック・フレアと2回シングルで対戦いたしまして、2敗でありますけれども、1つはピンホールを奪われました。そしてもう1つの試合はリングアウトで負けたというふうに言ってますね。そうです。さあアトミックドロップ前に落としました。しかし天竜後ろに回って、どうだどうだ、もう一回ここは天竜がアトミックドロップを見事に命中。今のは天竜の方が効いてますよ。効いてますね。さあセカンドロープを利用して何が待っている、サウスポースタイルからダイビングのエルボーコーが来た。さあ決まったか、世界チャンピオンから1本取るか。15分経過、取ることはできません。しかし思い切りがいいですね天竜。非常にね歯切れのいい攻撃ですね。1本目15分が経過いたしました。エルボー攻撃です。世界チャンピオンニュートラルコーナーに抑えておいてエルボー攻撃。しかし世界チャンピオンも膝をうまく使って胃袋のあたりにキック。やはりねエルボー攻撃ではチャンピオンの方が数枚上ですね。肘の使い方が全然違いますね。さあ距離を測ってリードロップ、額の中央を捉えました。徐々に世界チャンピオンの殺し技が出てまいります。ドロップ、ハーリーレースとの防衛戦でもこれを決めて1本取っています。さあどうだ、これが決まったかどうだ。天竜が払いのけます。危ないですね。危ないところですね。さあ距離を上がって規制を上げて世界チャンピオン、今度はどうだ。3回目のニードロップ、天竜が外しました。そして足を4の字に、いやスピニングトーホールド1回転、そして足4の字が当たらないか。足4の字固め、世界チャンピオンを見せます天竜だ。しかしどうですかこの体勢は。これはねちょっと浅いんですがね、それにしても思い切った攻撃に出たもんですね。はい、世界チャンピオンのお株を奪う足4の字固めは天竜が仕掛けました。しかし体を入れ替えた。こうなりますと痛いのは天竜。そうですそうです。こうなりますと痛いのは天竜だ。足4の字固めを返されました天竜。もう一回返したい、もう一回返したい。さあこれでいいぞ、これでいいぞ天竜。セカンドロープとサードロープに今上半身を出しました世界チャンピオン。ロープブレイクです。今のところお互い譲りませんね。そうですね。しかしね、それにしても天竜のね、この奇襲攻撃にはちょっとびっくりしますね。レッグブリーカーに入りました天竜です。世界チャンピオンタジタジ、NWS 界ヘビー級選手権試合世界タイトルマッチ初挑戦天竜。天竜の小気味ファイトが見られます。この足折りはなかなかいいですよ。完全に世界チャンピオンの足に攻撃目標を絞って、おこれは足折りの体勢に入りましたね。そうですね、まあ、しかしも自分の左足を、ね軸にしててこ状態で攻めてるわけですね。さあ完全に世界チャンピオンの足を殺しに行きました。世界戦初挑戦の天竜、まあ、天竜もですね曲げを落とし、そして回しをタイツに変えて丸い土俵から四角いジャングルに入りまして5年目。もうここ1年、本当に風雲上り竜という感じですね。非常にね、リズムが出てきましたしね、もう本人のやる気と合いになってね、ぐん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 上ってますね。はい、さあ世界チャンピオンから1本目取るか。挑戦者は天竜。リバース東ホールドに入りました。この攻撃目標いいですね。そうですね、まあ、リック・フレアというのはね、非常に動きのある選手ですから、足を攻撃して動きを封じると、まあ一番オーソドックスな攻撃法ですね。お互い31歳になりました。新しいプロレスの世界を背負って立たなければいけない、そういった2人の NWS 界ヘビー級タイトルマッチであります。
まあ、ダスティ・ローデスの短命政権は前から囁かれていたわけなんですけれども、まあ、そのダスティ・ローデスを破るとすればこのリング上のリック・フレアか、あるいはテッド・デビアスか、あるいはフロリダのドリー・ハンク・ジュニアかというふうに言われていたんですが、リック・フレアが先に世界チャンピオンにつきましたね。そうですね、まあ、あのリック・フレアはね、いわゆるセントラル・ステート地区、まあ、カンザス・ミズーリ・アイオワ、あの地区で の, あの過去の実績がねかなりありますんで、まあ、チャンスを掴むのも早かったということでしょうね、はい、来週の放送では世界チャンピオンに日本の切り札ジャンボ鶴田が挑戦することになっています。どうぞご注目いただきたいと思います。まあ、とにかくね、誰でもが望む世界最高峰の座、まあ、それだけにですねチャンスはめったに回ってこない。このチャンスをいかにしてものにするか、非常にあのラッキーな要素と実力というのが非常に入り混じりますね。はい、まあ、その辺リック・フレアはですねどんな世界チャンピオンになりたいかという質問に対して、まあ、一番若くてグレートで世界を駆け巡り防衛を続けていく世界チャンピオン、スピード、インテリジェンスを兼ね備えた世界チャンピオンになりたいというふうに言ってますね。なかなかいいじゃないですかね。それからもう一つこの全日本プロレス創立10周年記念のジャイアントシリーズにつきまして、まあ、すごいレスラーがたくさんやってきている、このジャイアントシリーズにですね世界で一番強い俺がオールジャパンのこのマットに上がらんのは当然だというふうに言ってますね。まあそういうことでしょうね、まあ、とにもかくにもですね、まあ、世界の最高峰の座についている男ですから、はい、まあ、全日本プロレスの創立10周年記念と、これはもうこの人がいなければ始まらないと言ってもいいですね。まさにそうですね、現役の世界チャンピオンがやってきました。リング上のリック・フレア、第62代の NWA スカイヘビー級チャンピオン、まだ世界チャンピオンになって20日目、本当にリング上2人のですね熱戦のために湯気が出ているんですが、世界チャンピオン生まれたてのほやほやということで湯気が出ていると言っても、まあ、過言ではありませんよね。そうですね、しかしあの天竜の動きがですね、はい、だいぶあの最前に比べますとリラックスしてきましたね、硬さがほぐれてきたんじゃないでしょうか。しかし今足を外されました。徐々にリック・フレアもですね攻撃の体勢に入っているようですね。あのエンジンがかかってきてますよ、はい、胸板のあたりにパンチを2連発、世界チャンピオンリック・フレアロープに飛ばした。さあ何待っている、エルボー、これは空を切った。さあどうだ、フライングのボディアタック、払いのくは世界チャンピオン、奇襲攻撃は天竜、なかなかねいい攻撃だったんですよ。どうですか今の攻撃、あと一息ですね、ちょっと軽かったかなという感もありますよね。そうですね、まあ、チャンピオンはちょっとグロッキーです、はい、ね、しかし思い切りのいい空中殺法を見せましたチャレンジャーの天竜。さあ世界チャンピオンをボディスラムに取ろうという NWA の世界ヘビー級タイトルマッチ、初めてとは思えない天竜の思い切りのいいファイト、非常にねあのロープギアの攻撃なんか強引ですね。あ、さあサイドのスープレックスの体勢、世界チャンピオンどうだ、天竜がぐーっと腰を落とした、天竜もサイドスープレックス切り返した、リバースのサイドスープレックスを見せました挑戦者の天竜。さあコーナーマット最上段に上がった、決死の空中殺法を見せるか。さあダイビングボディープレスは自爆、これは自爆でした、天竜痛い、世界チャンピオンがかろうじていち早く立ち上がった。そしてブレンバスター、どうだ、空中の滞空時間が長いぞ、長い長い長い、今決まった、豪快なブレンバスター、1本目世界チャンピオンが取るか、しかしまだカバーにいかない、まだカバーにいかない、エルボードロップがとどめだ、カウントが入る、カウントスリー、世界チャンピオンのリック・フレア1本目を取りました。22分59秒、大技のブレンバスターから最後はエルボードロップ、世界チャンピオンのリック・フレアが1本目を取りました。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は仙台宮城県スポーツセンターより全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。NWA スカイヘビー級タイトルマッチ、世界チャンピオンのリック・フレアがまず1本目を取りました。伊達62万石の城下町仙台での NWA スカイヘビー級タイトルマッチ、2年前の5月9日ハーリーレースがここで馬場とタイトルマッチを行いました。あの時は1対1の後タイムアップ時間切れの引き分けだったですね。そうですね、
そして半年後、馬場はこのハーリーレースを破って第55代の世界チャンピオンになったわけであります、まあ、それにしてもね、チャンピオン1本目実にパーフェクトと言っていいホールですね、まあ、非常に滞空時間の長いブレンバスター、さらにエルボードロップ、そして最後がしっかりと片エビ固め、非常にプロレスリングの基本をしっかりと踏まえたホールの取り方、この辺りはさすが世界チャンピオンですね、いわゆるその狂乱の貴公子という、ま、ニックネームがあるんですが、それだけではない世界チャンピオンとしての底力というものが感じられた1本目ですね。そうですね、少なくとも1本目のピンフォールに関しては狂乱のというその形容詞は当てはまらないですね、はい、さて2本目に入りました世界タイトルマッチでありますが、さあチャンピオンが左の腕をこれは決めまして、チンロックが右手に入ってますね、こういうところが実に先ほどからね、お話にあるんですけれども、まあ一つだけの攻撃ではなくて必ず複合攻撃になっている、このあたりが強さの秘密かもしれませんね、はい、まあ、プロレスのキャリアが今年で9年目ということ、そして NWA の世界ヘビー級タイトルマッチ6回目の挑戦でとうとう世界の頂点を取ったこのリック・フレア、本当に力を蓄えて今や世界一ということですね。そうですね、はい、まあ、昨日今日のね、はい、そのポットでのレスラーじゃなくてじっくり腰を据えてトップを張っていたレスラーだけにね、非常に安定味が感じられますね、はい、さあ寝技を見せます世界チャンピオンのリック・フレア、まあ、この寝技といいますと相撲出身の天竜、相撲には確か寝技ありませんからね。そうですね、まあ、まさにレスリング、そのものなんですけれども、まあ、しかし天竜も、まあ、1本目取られた割にはですね、まだまだそんなにがっくり参った様子はないですね、もう天竜は試合前にですね当たって砕けろというふうに言ってますよね。まあ、それは出ました、これが天竜の円錐切り、世界チャンピオンが吹っ飛んだ、捨て身の攻撃ですね、仕掛けました天竜の、もう本当にこれが捨て身の円錐切りという感じで、ちょっとまだ体力が温存という感じではありませんね。もう一回か、円錐切りの連発攻撃、世界チャンピオンがもう一回吹っ飛んだ。 NWA スカイヘビー級タイトルマッチ2本目に入っています。さあ対角線上に飛ばそうというところ、世界チャンピオンをもう一回対角線上に飛ばした、リングの外に放り投げ出されました世界チャンピオン。しかしね、はい、天竜もちょっと前ってますね、攻撃を仕掛ける天竜も少しダメージが残っているようであります、まあ、世界チャンピオンリック・フレアはですね、天竜については足の力が非常に強いというふうに言ってますね、それは確かに言いますね、ですからこういった円錐切りなどは功を奏すわけですね。そうです、はい、さあこれはカバーに入ろうとするんですが、エプロンに近い、逆に落とされましたね、落とされましたね。この辺世界チャンピオン余裕があります。リングの外でチョップ攻撃だ、さあ2人がリングの外、そしてリングの外本部席の目の前でブレンバスターを仕掛けましたリック・フレア、ゆっくりとチャレンジャーが倒れました。さあ世界チャンピオンがリングの中に戻ってくる、天竜の表情を見ましょう。天竜の表情はどうですかね、かなりダメージが残っているようですね。そうですね、まあしかしね、後はもうないですからね、ここで頑張らないとダメですね、さあエプロンのところでトップロープとセカンドロープにもたれかかっていた天竜にまずは攻撃を仕掛けました世界チャンピオンのリック・フレア、1本目を取ってストレート防衛なるかどうか。さあもう1回ブレンバスターを行こうとする、後ろに回ったスリーパーホールド、天竜のスリーパーホールド、裸締めに入りました天竜、これは一瞬の隙を突いたの攻撃ですね。いいですね、ええ、なかなかいいですよ、ロープ逃がしちゃダメですね。あーロープにセカンドロープに手を伸ばそうとする世界チャンピオン、あーこれはちょっとこれ残りですね、この残りですね、チャンピオンはね非常に用心深くてね、ロープへロープへとエスケープしますね。さあ天竜が燃えています、チャレンジャーの天竜は後がありません。
世界戦初挑戦天竜。一方の第62代の NWS 界ヘビー級チャンピオンは一本を取っています。一本を取っています。ストレート防衛なるかリックフレア、一瞬を報いるか天竜。ロープに飛ばしたエルボーは空を切る。さあ天竜、いやいやフレアが攻撃を加えます。このエルボーがかなり厳しいエルボーです。さあまたもやブレンバスター合戦の体勢だ。スロールバッティングオーバーサイト、これはカウント2不十分です。さあもう一回ブレンバスターの体勢に入ろうとする。しかし天竜が腰を落とすと、さあどうだどうだどうだ、ブレンバスター世界チャンピオンにブレンバスターを見せました天竜。さあ最後は片エビだ。カウントがいる、カウント3、カウント3を世界チャンピオンから取りました。天竜、これで勝負の方は1対1。いやーよくやりましたね。とにかくこれでね、勝負は全く白紙に戻ったわけですね。さあ NWA のスパイヘビー級タイトルマッチ2本目天竜が返しました。打線面白くなりました。これで1対1、1対1、1対2、対スコアでございます。いよいよ山田さん、 NWS 界ヘビー級タイトルマッチは勝負の方は3本目に入りましたが、いやいや2本目天竜が取った時には本当に嬉しそうだったですね。そうですね、まさにね、これで命拾いという感じですからね、はい、もう全くまた白紙の状態に戻ってこの1本が勝負ということですね、はい。まあ、プロレスの世界に入って5年が経ちました。現役の世界チャンピオンから世界タイトルマッチで一本を取ったのはこれが初めてですよね。そうですね、まあですからね、今度はあの一本勝負と同じことになるわけですから、当たって砕けろという気持ちの天竜の方が案外有利かもしれませんよ、はい。さあインターバルの間両選手をご覧いただきました。世界チャンピオンのリックフレアの方もどうですか、ダメージが少し残ってるようですね。多少ねブレンバスター食ってますからね、ゴングが鳴りました。仙台では2回目の NWS 界ヘビー級タイトルマッチ。さあ泣いても笑ってもこの3本目を取った方が世界チャンピオン、第62代の NWS 界ヘビー級チャンピオンリック・フレア、これが5回目の防衛戦であります。やはりねチャンピオン6回ですからね、あのちょっと天竜の気をそらしてますね、間を取ってますよ、はい。さあバックブリーカーに行ったぞ。そして足を取った、足を取りました。ボストンクラブが鳴っているチャレンジャーの天竜、まあ、足の強さでは天竜ビッグフレア2人とも強いですからね。さあボストンクラブが入りました。この体勢はどうですか。いいですよ、なかなか。もう少し腰を沈めたいですね。世界チャンピオンからギブアップを取るか天竜です。うーっと腰を落とすが、ビッグフレアが両手で上体を持ち上げる。キャンバスを押しのけるように両手で上体を持ち上げました。第62代の世界チャンピオンビッグフレア、しかし天竜が腰を落とした。宮城県スポーツセンター、お客さんが盛んな声援を天竜に送ります。ここでサードロープに左手を伸ばしてロープブレイク。まあ、このロープブレイクの使い方、世界チャンピオンがうまいですね。実に巧みですね、さあもう一回足を取ります。チャレンジャーの天竜、勝負の方は3本目に入りました。もう一度ボストンクラブに行こうというんでしょうか。まあ、ロープブレイクというのはね、その一見卑怯な行為のように見えますが、はい、ルールの上で堂々と許されている行為ですからね、まあ、うまくそれを使うのも戦術の一つですよね。そうなんです。世界チャンピオン腰に手を当てました。腰が痛そうです。チャレンジャーがチョップを見せました。がぜんこうなりますと、この宮城県スポーツセンターのお客さんの声援を受けまして天竜が燃えてまいりました。さあロープに飛ばした天竜、何を待っている、体当たりタックル攻撃、世界チャンピオンの破壊力がある。コブラツイスト、コブラツイストでギブアップを取るか天竜のあばら折り、コブラツイスト、天竜も思い切りのいい技を次から次と出します。今日はね、天竜の奇襲がねなかなか功を奏しているわけですね、はい。しかし腰に乗せて投げました、強靭な腰の骨があります。
これがチャンスだ。ジバク、いいですよ。さあこのチャンスを生かすか。もう1回、3回続けて自爆です、世界チャンピオン。さあこのチャンスを生かすか、天竜。天竜とビッグフレアのチョップ合戦だ。パンチだ、世界チャンピオンのパンチ。昼村天竜、天竜チョップが対角線上に決まった。投げを打つ、さあ天竜だ。あっとこれは膝がコーナーマット最上段のマットに当たりました。さあ今度は足4の字固めに入った、足4の字固めに入りました、世界チャンピオンのビッグフレア。これは18番の技、殿下の宝刀、世界チャンピオンの切り札、足4の字固めが決まった。さあチャレンジャーの天竜、持ちこたえることができるかどうか。どうだどうだどうだ、完全に決まった、足4の字固め。天竜がどうやらどうやらここでギブアップだ。どうやら3本目、チャレンジャーの天竜、足4の字固め、ビッグフレアの攻撃でギブアップであります。いや見応えのある世界タイトルマッチですが、3本目はビッグフレアの殿下の宝刀、足4の字固めでギブアップですね。あのね、コーナーに天竜が自爆して膝をぶつけた、はい、すかさずそのタイミングをずらさずですね、自分の殿下の宝刀足4抜きに入った、このうまさ、さらにあの4抜きに入ってからの状態の起こし方とひねり方、もうまさにパーフェクトの勝利ですね。はい、NWA のスカイヘビー級タイトルマッチはご覧のように2対1で世界チャンピオンのリック・フレアが新王者につきまして5回目の防衛に成功しています。それにもましてチャレンジャー世界タイトル初めてでありますけれども、天竜の頑張りが称賛されていいと思われます。リック・フレアご覧のように今この世界一価値のあります NWA 世界ヘビー級のベルトを肩にかけました。2対1で王座防衛のリック・フレア、そして日本テレビより勝利者トロフィーの贈呈でございます。日本テレビより大きな勝利者トロフィーが今手渡されます。第62代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンリック・フレア、今日本テレビからの大きな勝利者トロフィーを受けるところであります。いよいよ来週は世界チャンピオンに日本の切り札ジャンボ鶴田が挑戦することが決まっております。大きな拍手が送られました。チャレンジャーの天竜を称えるように自ら世界チャンピオンのリック・フレアが手を差し伸べました。ご覧のように2対1でリック・フレアが天竜の挑戦